泉明工業横浜エアーキャビン左は桜木町駅右は運河パーク駅桜木町駅運河パーク駅横浜エアーキャビンは横浜市港未来地区において泉明工業が運営する都市作動である同地区ではかつて横浜博覧会において運営されていたゴンドラリフト以来の作動であり常設型として日本初の都市作動である 2018年5月、同地区で横浜コスモワールドを運営する泉明工業による桜木町駅周辺から進行まで汽車道沿いを約600メートルにロープウェイを整備する空中交通構想が浮上した。さらに2019年2月にはロープウェイ計画の詳細が公表され、それによると桜木町駅前から 横浜ワールドポーターズ前まで記者道沿いにロープウェイを当初2020年夏に開催予定であった東京オリンピック開幕前の開業を目指し整備するとしていたが資材調達の遅れや支柱の設置場所を見直す必要も生じたことから後期は半年以上ずれ込み2021年4月22日に開業を迎えた事業費は80億円程度となる見通しで 事業期間は専用、使用許可の更新を前提として30年と定めている。泉明工業が建設や運営などにかかる費用を全額負担するため、横浜市の公費負担はないが、運河パーク駅舎と横浜ワールドポーターズの2階部分を接続する歩行者デッキについては、横浜市が整備を行った。ロープウェイは両区間を片道約5分で結ぶ。 すべてのキャビンには冷房装置が搭載されている。支柱は構造上の安全や周辺の景観に配慮し、幅狭タイプの丸型交換4本支柱が採用されている。また、キャビン、駅舎、支柱のライトアップは横浜ベイブリッジや東京タワー、姫路城などのライトアップも手掛けた石井美希子が担当する。営業時間は10から22時、運賃は 大人片道1000円、往復1800円である。大観覧車、コスモクロック21とのセット割引券も用意、されている。ありがとうございます。